さてと、自由時間になったけど、マップでどこか次の目標見られたりする？ないな。次の目標を見たかったんだけど、自由に過ごそうになってるね。まあ一日寝れば目標は発生すると思うけど、せっかくなんで自由時間、なんかやっておりましょう。意外とゆっくりというか、できることが多いな。なんというかカツカツになってしまうかと思ったけど。まあ最初の方だからっていうのもあるんだろうけど。うん、ショートソード。行くぞー！街中で剣片手に走り回るってやばいけどな。とりあえず多くの退治とか、サークルを試しに使うとかいろいろやってみましょう。君が奥くんだね。おらー、おはようございます。よし、もう一回来てくれてもいいのよ。やった、来るかな。意外とゲート仕事しないな。もこもこ帰ってった。ちゃんとゲート越しに帰ってくんだな。でもこれゲートない時に倒したらどうやって帰ってんだろうな。まあいっか、せっかくだし森まで行くか。え、ちょっと強そうだ。なんだこれ、なんだお前は。え、はっ、お、なんかホールドしたぞ。クリスタルについて。大きなクリスタルはファームドラゴンに与えることで様々な効果をもたらします。これ盗んだってことかな。クリスタルの種類に応じて畑の土の健康度や耐久度が上がったり、作物の成長速度がアップしたり、畑のエリアが広がったりします。クリスタルのかけらはファームドラゴンに与えられないので、先行でクリスタルに交換してもらってください。なるほどね。固まってる。行くぜ。あー、え、解除されてるし。はい、ドン。ほらー、ちょっと珍しいことだと思ったけど、捕まえられないのか。俺が中身を全く理解していないからだけど。おう、ため段階がまだあるのか、これ。どうだ？お、これ仲間になった？解放する。やっぱりやめよう。解放しない。お前はずっと俺についてくるんだよ。ほらー、攻撃する？おお、仲間同士で戦うなんて、悲しい定めなんやな。でも OK。食べ段階がもう一段階あるっていうのにちょっと、意外と長く食べないといけないね。それに気づいてなかったから。あれだったけど。これ OK だな。うん、OK。にゃ。よし、もこもこ。一緒に探索するぞ。この状態で、もこもこを連れ帰ることはできんのかな。ちょっと、戦ってごらん。戦ってごらん。もう一段階ためあったりする？さすがにもうないか。ほらー。どうだい？ん？ミスったか。もこもこ！もこもこ！大丈夫か？いや、助けるぞ！ダメじゃー！ホールドのレベル上げないと、成功しないかな？なかなか成功しないね。ちょっと待って。もこもこ！もこもこ！大丈夫か、君？あ、それか、もこもこが今、解放されてないからダメっていう可能性もあるのか。もこもこ大丈夫か？とどめを刺したりはできないのか。なんで残酷な。大丈夫かい？これなんか回復アイテムとかありなきゃダメなんだったっけ？ターゲットはできないということは、なんか、回復アイテムを投げ込んでみたいな感じではないのかな？回復するかい？ほっといたら戻るんかな？しかし結構体力、限界だったんだな。なんかもっと余裕しゃくしゃくだと思ってたわ。どうせい。ちょっとハンマー使ってみましょう。何回？鉄レッド。おお、いいね。適材回収。いや、やったー。もこもこが復活する兆しすらない。大丈夫か、君。大丈夫か。今の。べし、ダメだ。やったー。やったー。このやったは癖になるな。ちょっくら材料の回収でもやっておこうかな。おら、おらおら。あ、復活。あ、ちょっと復活してる。これってハンマーのスキル上がったりするかな。農具だけで戦う。よいしょ。待って、モコモコは大変な目に遭っちゃう。てか君、遠距離マンじゃないか。遠距離マンを許さん。
オークよりゴブリンの方が強いってちょっと珍しくない？よし、オッケー。ルーンポイント回復しとこう。ででん。まあまあな回復量。よし、ちょっとこれ気になってたんだよね。やったー。あとは、もう一回ここ、採用に行ったらなんかいるのかな？頼もう。ボスモンスターさんいます？え、いるの？いやーん。いるやん。え、大丈夫なのこれ。あなたお母さんですか？もこもこー、よくも俺のもこもこ。そういえばあなたはこれ食らわせるとなんかあってします？ドン、聞いてねえ。痛い、地味に痛いけど。おお、かかと落とし強いな。なんで剣で殴るよりかかと落としの方が強いのかわからんが。はい。う、かかと落とし流になるな、これ。はい。あ、なに、無敵なんでいたのか、ここ。やってくれたな。さあ、コインビーを出して。かかと落とし。かかと落とし。お、やったか。これもしかして何回も戦えるのか。さすがにお母さんはもう一回は出てこないけど。もこもこ、大丈夫か。もこもこ。ダメそうですね。このまま帰っちゃったらダメなのかな。ワープメニュー。こっから普通にワープできんのか。あ、ワープできた。さよなら、もこもこ。あ、もこもこついてきてる。これ多分ね、モンスター小屋っていうのを建てないと、もこもことは一日でお別れしてしまうことになるんだと思うんだけど。とりあえずは達成した以来。やめ、ちゃんと使えているようで何よりや。シードサークルを渡すときにも言ったが、そいつでコネクションしたモンスターは一日しか力を貸さない。うん、この状態だとね。それからパーティーメンバーに空きがあってもコネクトできるのは一体までだから忘れるなよ。あ、そうなんだ。パーティーメンバーに空きがっていうことは多分、その街の人たちと一緒に冒険するっていうパーティーのくくりとモンスターのコネクトは別枠っていうことなのかな。あ、それか、その一緒に冒険しに行くときに、モンスター小屋を建てて、モンスターがすでに仲間になっているっていう時は一緒に連れて行くこともできるけど、コネクトできるのは一体だけみたいな感じなのかな。なぜ、え、めっちゃくれるやん。ありがとう。ガウガガウ、キラキラガウガ。もっといいハンマーなら、こういうもっといいキラキラ取れる。おう、アメジスト。ありがとうございます。よし。スキルレベルアップ。お仕置きしてくれたみたいだね。ありがとう。あの人も多くを退治してくれたことがあったな。あの人か。フレイ衣装を手に入れた。女性主人公のみ着ることができます。あ、そういうことか。青く退治できたな。手を貸してくれてありがとうよ。前に似たやつの話をしたことがあったと思うが、そいつもモンスターが暴れた時が連れてくれてたんだ。うん、前作主人公のことを思い出しているのかな。とりあえず、タンスが二つ、タンスが二つ、どういうことだ、わからないってばよ。ちょっと、じゃあ、タンスを一旦この辺に、ドン。俺は外で生活するんだ。タンスは外に置いとくよ。じゃあもう一個は、持ち上げて、すごいな、タンス二つもらえるんだな。これで家の中へ、入れる。明らかに、ドアの大きさと合ってませんけど。で、部屋の中もちゃんと起きるんだよね。あ、あるやん、タンス。まあいいや。どこでも起きるんだな。タンス三つあるやん。すげえくれたな。こんなにタンスあってもしょうがなくない？ちょっと、レイアウト。お部屋のレイアウト能力が低すぎませんかね、この人。みたいな感じになりかねない。まあ、良いでしょう。ね、あ、お、これできてる？もしかして。あ、できてるー。おー、ポコ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 。わー、すげえ。こんなに収穫早くていいの？たまらんち。たまらんぜ。出荷箱にこれ全部なり込みたいんだけど、プレゼントにもしたいんだよな。一旦しまおう。これ操作楽しいな。拾うぞ。草いっぱい拾って、で、君に向かって、ドン！ロックオン機能も便利よ。ルーンファクトリーのこの、
なんか爽快感というか、作業効率に特化したみたいな動きができるところが魅力の一つな気もする。牧場物語のね、じっくりやるのもいいんだけど、この畑仕事はもう、最終的にあなたのアクション能力によってどんどん強くなっていきますよみたいな感じが、たまりませんよね。マジでアクションゲームって感じ。ここも広げておいて、せっかくだし、種は全部巻こう。装備。これ貯めるとどれぐらい範囲広くなるの ?2×2 が限界かな。種巻きスキル代を。こうか。どっちかというと自分を中心に広がってる感じなんだな。前の前方方向に4マスじゃなくて自分を中心に4マスって覚えた方がいいかもしれないね。それが優しい。株があるやないか。はい、オッケー。じゃあ水やりをもう一回やってと。水やりのレベルも上げたらどうなるか見たいしね。すげえ、ボタン連打だけで水やりができてしまう。でも一応前の方向にしか広がらない感じだな、これ。あれ?だから前の方向にこれ以上次のマスがないと、それは連続でやってしまう感じだね。方向転換だけちょっとやる感じ。大きくなれよ。よし。このね、農業をやるのもスキルが上がっていって自分の強さにつながるはずですからね。サボることなくやっておきたい。やったー。歩いてるだけで褒めてくれるもんな、これ。70と104か。結構な数になったかな。それじゃあ大工屋さん行って、モンスター小屋建てられないか見てみようか。せっかくお金もらったしね。で、大工屋さんどこだったかな。若干忘れ気味なんですが。大工屋さんに行く前に一つやることがあるだろう。出来上がった株をプレゼントするんだ。はい、株です。あなたのために育てました。気にかけてくれてありがとう。体力回復してる。食べちったー。まあ、いっか。気にかけてくれてありがとう。まあ、普通ぐらいの反応かな、あれは。やっほー。今日も元気ですね。パルモ工房のことを少し教えてくれませんか?そういえば前は挨拶だけだったね。家具や調理器具の販売のほか、他のお店の拡張も受けたまってます。他のお店の拡張を主人公が、やれって言えるわけか。勝手ではありません。芸術です。ちゃうやん。町の建物はほとんど私が建てたもの。喜んでくれるでしょう。大丈夫かな?いくらな、自分家広くなるって言われてもな、勝手に広くなってたら困らない、それ。人間住むところが変わると心もチェンジするものです。きっとお店にもハッピーなチェンジが起こりますよ。ポジティブ。素で調理台。入り口の脇にあるので持って行ってください。無造作に置かれた。あれこれですね。ウェルカムいらっしゃいませ。家具を見せてくださいでいいのかな?家具のお買い物ですね。自宅に送ってください。家具置き場に家具置いてあります。一応どかしたからまた来てください。あれ?なんか置いてあったっけ?家具置き場ね。あ、自宅の家具置き場か。施設を拡張したいです。いらっしゃいませ。リバースショーを1段階拡張する。2階の間取りが少し広くなる。ああ、なるほどね。自分の、そのスペースを広くできるよってことか。ゆっくり選んでください。シンプルなカーテン。焦ることはない。モンハンライズの鍛冶屋さんみたいな感じ。ゆっくり選んでください。もこもこの壁紙。いろいろあるね。あ、ペットの住む小屋 A を建てます。これかな?あ、でもこれ土流の方か。ゆっくり選んでください。これ土流のところにしか建てられないのか?でも家具ではないよな。じゃあこれでいいのかな?うるせえ。とりあえずこれやってみるか。また来てください。お腹にお金が吸い込まれていく。クールでかっこいい小屋の名前を決めてください。何にしよう。株組。組っていいな。組残したいな。これ漢字使えんのかな?よし。とりあえずなんちゃら組って言ったらこういうネタは思いつくよねということで、やっておこう。新選組。
とても新鮮なものが取れそうな感じはしないか。オリエ、モンスター小屋建てました。これでモコモコが住めるようになるかな？ちょっと後で見ておこうか。しかし思った以上にモンスター小屋が安かったので、なんか他にできることないか見ておこうか。いらっしゃいませ。ペット小屋 B、A に一部屋追加。あー、そういうこともできるのか。あー、でも石材と木材足りないな。なるほど。次の小屋を建てるか、最初の小屋を増築するかっていう感じか。ってことは一部屋しかないのかな？なんかちょっとずつどんどん拡張していく感じかな？さてと、これか？これか？めっちゃでかくない？新選組です。これで一日経ったタイミングで、私には、あなたのお家が出来上がったからみたいな感じになるのか？仲間モンスター。仲間にするのは、ああ、建てたね。料理などの、料理などのアイテムを入れてみましょう。あなたがあなたのアイテムを気に入ってくれれば、あ、そういうことなの？自分より強いモンスターはなかなか仲間になってくれません。レベル上げてから再度挑戦してみてください。なるほど。プレゼントが必要と。なら、ちょっと株でも上げてみようか。ほら、上げるよ。どうだい？え、株、いらないだろ。なんということだ。料理レシピ版、ああ、結構あるな。でも料理レシピ版を上げるわけにはいかんからな。オレンジジュースか、どうだい？あれ？でもなんか、にゅーん。難色を示しているな。これはまだダメっていう意味なのか、そんなものでは、カイロ君には身をよじらせたりはせんぞという意味なのか。はい、滝の子。お！ハートが極まった。サクセス！モコル。初期の名前がモコルだったら、まあせっかくだし、イをつけて、イモコルにしておこう。よろしく。やったー！これで愛着が湧くね。弱いところも俺そっくりだ。いただきます。食べちった。でも、滝の子をし、気に入ってくれたのかな？モコルは元気だね。仲間に乗る。え？それじゃ、乗れるーこれちょっとかわいそうではないか。大丈夫なのか？モンスターのパワーってすげえ。ちょっと足速くなってる？もしかして。モコモコ乗れるんだ。すげえな。なんか自分より背の低い存在に乗っかるってなかなかあまりない経験だけどな。なんかこのカーブでギーってドリフトしてる感じがたまらんな。ギーン。あ、ニックネーム変えれるんだ。ちょっと離れてて、小屋に返す。オッケー、これで仲間になったから、小屋にずっと住んでくれることになったのかな？オッケー、やり方は覚えてぞ。オッケー、戻ってきたよ。これで、一旦もうモンスター小屋に入ってるから、ちょっと小屋に帰っておいて、ってことができるわけだね。ふわー行ってしまわれた。あ、他にも達成依頼あったか。小屋を建てられたんだな。へぇ、やるじゃん。ついでにこれもやるよ。ブラッシュ、おお、ありがとう。毎日モンスターを撫でやると仲良くなれるんだって。あ、じゃあもしかしてプレゼントありなくても、ブラシで無理やり仲良くなることでもできるようになるかな？なんかそういうのあったような気がするね。過去作でも。プリシャラさん、プリシャラさん。ちょっと試したいことがあるんですが、付き合ってくれますか？お仕事です。頑張ります。ですね。仲良し度はこれだね。お、一番仲いいじゃん。風花ってプレゼントありたっけ？依頼達成したからかな？バルモさんと仲良しは、まあ、ほどほどか。これ、お仕事でもお話ししてれば一応仲良しでは上がるってことでいいのかな？テリーさんとかそんな感じっぽいしな。まあ、いや、とりあえず、プリシラが、今、61% だよね。で、今日はもうすでにプレゼントをあげているはず。この状態で、プレゼントをいっぱいあげたら、1日でいくつも、この仲良しでは上がるのかどうか。手に持って、はい、あげる。お洗濯日和だね。あれ？濃厚スキルが上がるわ。濃厚を使うのも楽になるからね。それん？思いっきり慣れちゃったんですか。待って。あげられる。待って。お姉ちゃん？知らないです。話しかけちゃったーん。待ってね。株を拾わせて。株を拾って。待ってください、プリシャルさん。受け取ってください。一応あげられるね。てか、投げても渡せるんだな。ロックオンできるね。ちょっと、やってみるか。おら！
あ、遠い。こんなとこからでも上げられる。いける投げ込めるんだな。これはいいことしたぞ。これからは、ちょっとあの子と仲良くなりたいけど、話しかけるにはちょっと遠いから、っていう時は、ロックオンしてぶん投げるってことができるわけだな。手渡しの方が仲良くなりそうだけどな。めっちゃ仲良くなってない？ハト4つになってる。ハト4つになってる。株が結構お気に召していただきたいようで何よりです。ハト4。あれってことはこれプレゼントたくさん用意して爆撃のようにあげれば、すぐに上がるんじゃない？ハートは？ああ、中下10は上限？これだったらもう、なんか恋人になれそうな気がしない？さすがに早いか。ちょっといいですか？好きです！そういうのは大切な人に言った方がいいよ。さすがにダメだったようです。でもこれで冒険にはついてきてくれるようになるんじゃないかなと思うので、ちょっとまた後で試してみましょう。充実した一日だったぜ。